西日本代表校決定戦、関西学院大学対立命館大学より関西学院大学のキャプテン寺岡良樹選手に来ていただきました。お疲れ様です。ありがとうございます。いやー、やりました。今のお気持ちお聞かせください。そうですね、まあ、やはりこの3週間すごいしんどかったんですけど、この勝利が一番嬉しいですね。いやもう本当に今の、ね、言葉にもありましたけども、この1ヶ月間本当にしんどかったと思います。いや皆さんに、チームのみんなにどんな言葉をかけたいですか？そうですね、まあ、みんな、まあ、すごいボロボロだったと思うんですけど、まあ、最後まで、まあ、攻めた姿勢をずっと見せ続けてくれたなと思うんで、すごい感謝です。いや特に前半、寺岡選手率いるディフェンスも完璧だったなと思うんですけども、今日のプレー振り返っていかがですか？そうですね、まあ、ディフェンスも、まあ、最初から攻めて、まあ、オフェンスもなんですけど、まあ、攻め続けて、まあ、なんとかその先制して流れを持ってこようと思ってましたね。まあ、この1年間も苦しい場面もあったと思いますが、まあ、この1年間振り返って今のところいかがでしょうか？そうですね、まあ、最上級生である4年生がまだまだ不甲斐ない状況であるんで、まあ、本当に次はもう、まあ、立命館大学さんの分も、まあ、背負って、まあ、西日本代表として、まあ、甲子園の舞台に立ちたいなと思ってます。まあ、今日も本当にたくさんのファンの皆さんが駆けつけてくれたと思います。ファンの皆さんにメッセージお願いします。そうですね、まあ、本当に、まあ、僕たちのスローガンである、まあ、ブルーアウトを、まあ、観客の皆様もすごい体現してもらっているんで、まあ、次は、まあ、甲子園になるんですけど、まあ、本当に、まあ、僕たちも、まあ、一緒に、まあ、相手チームを飲み込めるように、まあ、一緒にやっていきたいと思うんで、これからもよろしくお願いします。では次はね、甲子園の舞台に変わりますが、甲子園ボールへの意気込みをお願いします。そうですね、まあ、やはり、まあ、ここで、まあ、終わってしまっては、まあ、ダメなんで、まあ、絶対西日本代表としてお前勝って最後学生日本一を取りたいと思ってます。ありがとうございます。以上、関西学院大学からキャプテンの寺岡良樹選手に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。